日美女がいただく駅弁は、食欲をそそられる実に美味しそうな駅弁である。はい、パンキーラットピンクのリーダーミントグリーン担当ルルちゃんです。今日はお弁当をいただけるということで、すごいワクワクしてます。じゃあいただきます。めちゃめちゃ美味しそう。ちょっと箸割るのが下手なんですよね。3回に1回ぐらい、あ、今日は綺麗に割れました。いただきます。シャモ、人生で初めて食べます、シャモ。うん、結構歯ごたえがありますね。おいしい。これがシャモです。うんうんうん、おいしいですね。私多分パラピンの中で一番食べる人なので、今日もお腹空いてるからめちゃめちゃ箸が進みます。わんこそばを120杯食べました。胃袋が多分大きいんですよね。でも身長は一番低いです。でも太りますよ。すごい気をつけてます、太らないように。筋トレしたりとか、うん、いろいろですね。苦手な食べ物はセロリが苦手です。好きな人もできて、うん、セロリ食え、食べます。すぐ食べます。スプーンで食べたい。いつも家でお母さんにこぼすから最初からスプーンで食べてって言われるんです。ちょっとスプーンを取ってきます。ありがとうございます。これはね、スプーンです。ちょっと電車の中だったらスプーンなかったんで、お家でよかったです。今日はお箸はちょっと失礼して。でもスプーンで食べ始めたらもう3口ぐらいで食べちゃいそう。ちょっとでも汚くなっちゃうな。スプーンはいいですね。良い子のみんなも真似してください。うん、めっちゃ美味しい。パラピンはメンバー5人なんですけど、5人が本当に個性が強くって、全員違う強みを持ってるので、多分どんなタイプの、自分のタイプがどんな子でもパラピンの現場に来れば自分の好きな子が見つかると思います。あとは普段のこの今私のこんなんなんですけど、とライブ中のギャップがみんなそれぞれ本当にすごいので、それを強みにしてます。なのでぜひ今日こうやって見てくれてる方もライブを見てほしいなって思います。そうですね、やっぱ歌って歌が多いんですけど、歌ってる時にかっこいいねって言ってもらえることが多いので、見た目がいつもツインテールをしてるんですけど、そことのギャップを見てもらえたらなって思ってます。ラストシャモですね。これは最後に取っとこう。避難。本当は箸でいけそうですね。この山菜の皆様、ラストです。ラストに私はシャモを残しました。最後一口いただきます。すごい、そぼろとシャモと全部美味しかったです。お腹いっぱいになりました。楽しかった。
ごちそうさまでした。No place I'd rather be.